城北法律事務所の弁護士の大山です。今日は自民党憲法改正草案2012年に発表されたものを改めて学習をして、改憲を目指す自民党が本音の部分でどういうところを考えているのかというのを皆さんと一緒に考えていきたいと思います。今ご挨拶にもありましたけれども、2016年7月の参議院選挙で改憲を目指す勢力が、これはもちろん自民党公明党のみならずその他の補完勢力も含めてですが、議席の3分の2を獲得しました。で、衆議院ではもともと3分の2を持っていたので、戦後初めて3分の2改憲の発議が可能となっている国会の情勢です。で、皆さんご承知の通り、改憲の案作りは憲法審査会というところで草案を作って、そこで練り上げて国会の方に提案されて、その国民審査会もこれから動き出すという状況で、非常に危機的な状況になっています。そういう中で初めにのところにありましたけれども、自民党の憲法改正草案はですね、こういう言葉が羅列されているんですね。国と郷土を誇りと気概を持って自ら守り、自由と規律を重んじ、美しい国土と自然環境を守り、良き伝統と我々の国家を末永く子孫に継承する、そういう国民であろう、ありたいと思っているのか否かです。この言葉一つ一つを見るとね、なかなか立派なことが書いてあるので、それもそうかなと思われるかもしれませんが、こうした美しい言葉の陰にどういう本音が隠されているかを十分見極める必要があるので、改めて確認していきたいと思います。で、その自民党改憲草案の中身に入る前に、そもそも憲法というのは何なんだろうかというところを第1でお話しして、で、皆さんめくっていただくと第2で、その中でも日本国憲法の特徴についてさらっと触れて、それから4ページ目から自民党憲法改正草案についてお話をしていきたいと思います。最初の方はね、皆さん、だいぶもういろんなところで聞いているかとは思いますが、おさらいの意味を含めてお話をしますが、そもそも憲法とは何かということで、それは権力を持つ人に勝手をさせない決まりということです。憲法には統治のあり方が定められていて、政治を行う権力者は憲法に書かれたルールにのっとって国を治める。そのルールにのっとって国を治めるという考え方が立憲主義ですね。で、国民が主人公であり主権者ですから、政治を行う権力者に対して憲法をあらかじめ定めて、その範囲内で政治を行ってくださいねということです。で、憲法学者の木村壮太さん、テレビでもよくコメンテーターとして出ていますが、そのコメンテーターの木村先生は、国家権力の三大失敗ということで、無謀な戦争、人権侵害、独裁というものがもうどの国にも見られる国家権力の三大失敗、これをやらせないのが政治だと、それをやらせないために憲法を定めるんだと言っていますが、まさに戦前の日本はこの3つね、すべて行ってしまったという深い反省のもとで憲法が定められています。で、安倍さんはですね、こうした立憲主義の考え方を全く理解していなくて、憲法、権力を縛るというのは発想は王政の時代のものと言っています。で、今は民主主義の時代ですから、こういったね、権力を縛る立憲主義の考え方は古いんだと言わんばかりのことを言っているんですが、さてどうでしょうか。かつてはですね、ナポレオン3世は 96.87% のフランス国民の信任を得て皇帝になりました。ヒトラーは 89.93% の信任を経て総統ね、もう憲法に、当時のワイマール憲法にとらわれない権限を持つ総統に就任したということで、民主主義でね、国民の多数意見が、多数が政治に反映される、そういう社会であっても、時として国民が誤った選択をしてしまうというようなことはよくあるということです。で、その権力自体も相互干渉させる三権分立
そして憲法は最高法規ということで、法律などは国会の多数派、与党と呼ばれる多数派が多数決で決められることで、その法律は国民を容易に縛ることができますが、憲法はその法律の上に位置していますから、時として悪法が定められる場合であっても、最終的には憲法でその法律は無効にする力を持っているということです。2ページ目いきましょうか。そういう意味では、政治を行う権力者というのは、法律を、悪法をね、作って国民を縛ろうとしていますが、その上にあって、その悪法をも、無効だよと言いうる力を持っているのが憲法なわけです。そういう意味では、権力を持っている人を縛る力というのが憲法にあります。今の憲法の99条を見てみましょうか、皆さん。後でも触れますけど、その日本国憲法改正草案の上の段が自民党改憲草案、下の段が今の憲法です。これを見ると、下の段、26ページ目の99条を見ると、天皇または摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官、その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負うとあって、どこにも国民がこの憲法を守るものじゃないと、守るとは書いてないんですね。それは当たり前です。憲法の目的は国民を縛るんじゃなくて、権力者を縛るからですよね。それが後でも触れますが、上の段102条というものに変わってますが、まず冒頭で、全て国民はこの憲法を尊重しなければならないということで、ひっくり返ってますよね。もう憲法の考え方がまるっきり180度違うんですよ、自民党の人たちの考えはね。憲法を尊重しなければいけないのをまずもって国民だと言っている。ここが、まあ、今までのね、立憲主義という、まあ、全世界で共通認識になっている考え方を自民党が理解してないというところが端的に表れていると思います。で、こうした、憲法というのは、権力者の権限を縛りに縛ってそこからはみ出されないようにするための機能を持っていますから、政治家はですね、もうこの憲法が窮屈で窮屈でたまらないわけです。だから権力者はよく憲法を変えたい、憲法を変えたいと言うんです。それは当たり前ですよね。自分がせっかく権限持っているのに憲法で縛られてるから何もできないと、ね、軍隊持てないとかね、いろいろ国民の権利を縛れないとか思うわけです。それを簡単に変えられないようにするために、国会の3分の2というね、単純な多数決じゃない、特別の多数決じゃないと変えられないというふうに縛っている。これを固くこう、簡単に変えられないという意味での構成憲法という言い方をしています。それでですね、権力をライオンに例えている弁護士がいまして、その方が面白い例えをしています。レジュメのところに書いてますが、まず代議制というのは、代表を送り込んで政治をその代表者にさせるんですが、これはまさに権力はライオンだとすると、ライオンに政治を任せようという考え方ですね。立憲主義というのは、そのライオンが自由気ままに振る舞わないように、檻の中に入れて自由にさせない、まさに憲法が檻ですね。ですから立憲主義というのは、ライオンを檻の中に入れてしまうという考え方で、国民主権というのはその成り立ちを作るのが国民ですということですから、檻をその作るのは私たち国民、憲法を作るのも我々国民、権力者に憲法を守るというのが私たち国民ですから、国民主権、檻を作るのは私たち国民なんだということです。そして民主主義、ライオンを選ぶのは私たち国民、悪いライオンだったら私たちが変えればいいんです、ね、その誰をライオンにするかを選ぶのは私たち国民だということです。そして戦力放棄、ライオンが、自分たちにね、牙を向かないように、あるいは他国に牙を向かないように、あらかじめ、牙や爪を抜いておく、これが戦力放棄ですね、暴れないように。そして後でも触れます緊急事態の時にね、もう憲法を超えた権限を内閣総理大臣に設けようという考え方を持っていますが、そんなことは許しちゃいけないと。
ライオンを緊急事態であってもライオンは檻から出しちゃいけないよと、ライオンに、檻の鍵を渡すようなものだと、緊急事態条項を作るっていうのはね、そんなの、そしたらもう勝手にね、自分で今はもう緊急事態だってライオンが決めれば自由にその鍵を開けて外に出回るわけです。そういうことをさせないというのが今の憲法に定められています。さて、こうした憲法というのは何のためにあるかというのが次のクエスチョンですが、一人一人の個人を大事にするという個人の尊重という目的のために作られ、そのためにさまざまな手段が定められているわけです。憲法の97条というのを皆さん見てください。先ほどのね、99条の2つ隣にあります97条、最高法規というところにありますが、この憲法が日本国民に保障する基本的人権は人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は過去幾多の試練に耐え、現在及び将来の国民に対し侵すことのできない永久の権利として信託されたものであるということで、この憲法というのはこの自由権利を国民に保障するために作られたということが書かれてあるんですが、上の方を見てください。皆さん、この97条が自民党の改憲草案ではバッサリ削除されてるんですよ、ね、つまりこの憲法というのは国民に権利を保障するんじゃなくて、それをね、逆に国民の権利を制限することによって皆さんの権利以上のものを守るために作るんだと言わんばかりの削除ですよね。バッサリ削除しています、はい。まあ、まさにもともとはね、この日本国憲法というのは戦前の天皇主権、全体主義を反省し決別するために作られたものが今脅かされようとしているわけです。で、憲法の目的はそれぞれの個人を尊重するわけですから、良き生き方というのは書いてないんですよ、憲法には。で、尊重すべきものも書いてない。国旗を尊重しろとかね、国歌を歌うように義務づける、そういう自分たちの生き方に関するようなものは憲法には書いていない。幸福というのはそれぞれ個人が探求すべき問題です。みんな違っているということが当たり前で、それが許される社会を作ろうというために憲法があるわけです。しかし、後でも見ますが、憲法を変えたがっている自民党公明党の政治家っていうのは、やれ結婚しろとかね、やれ子供を作れとか、やれ活躍しろとか、さまざま私たちの生活に対していろいろ介入をしてきます。それを憲法に書き込もうとしています。そうしたものを防ぐために、私たちこの自民党の改憲草案の危険性を学ぶ必要があります。そして第二の日本国憲法の特徴ですけど、憲法は私たちの暮らしとどのように関わっていますかということで言えば、皆さんの暮らしの隅々に関わっています。憲法の中で一番条文の多い項目というのは人身の自由です。30条から39条、皆さん開けてください。30条、10ページから11ページ12ページにかかる部分ですね。すみません、31条からでした。ごめんなさい、31条から失礼しました。31条ね、代表的なのは、何人も法律の定める手続きによらなければその生命もしくは自由を奪われ、またはその他の刑罰を科せられないから始まって、39条は何人も実行の時に適法であった行為またはすでに無罪とされた行為については刑事上の責任を問われないなどね、戦前ないがしろにされた皆さんの身体拘束、これを徹底的に守るために、詳細な規定が設けられました。ですので、権力者の気に入らない人物を勝手に身柄拘束して処罰するというものは、これで防がれているわけです。かつての3ページですね、特高警察などによる拷問や弾圧などへの深い反省から作られました。これが一番多い項目です。その次にちょっと遡ると、さまざまな自由の規定があります。思想・良心の自由19条、信教の自由20条、表現の自由21条、職業選択の自由22条、
学問の自由23条、財産権ちょっと飛んで29条、自由にものを考え、信じ、集まり、表現することは自由の根本です。権力者は自分を批判する言論を弾圧しがちですね、ですから権力を批判する言論活動こそ保障すべきということです。こうした自由の規定があります。でさらに25条以下ですね、25条を読むと、すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。国はすべての生活部面について、社会福祉、社会保障および公衆衛生の向上および増進に努めなければならない、皆さんがご承知の生存権がここに書いてあります。でそれ以外にも教育を受ける権利、勤労の権利、団結権などなど、単に一人一人の自由を保障しているだけでは、資本主義の発達によって、貧富の差が生まれる、こうした中で、それを防ぎ得ない、富はますます富むものに集中しがちであると。そうした中で実質的に、一人一人の権利を守るためには国が、手厚く保護する、福祉の観点で手厚く保護する必要があるということで設けられたのが25条以下の規定ですね。これも世界各地での労働者の戦い、運動によって勝ち得てきた権利だと言えます。社会権と言われるものですね。でさらに、24条を見ると、婚姻などですね、婚姻は両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として相互の協力により維持されなければならないなどなど、男女平等、家族制度からの解放が24条にきっちりと書かれています。というのも明治憲法の下では、戸主制度において女性は父や夫に従属するものだということで、まず配偶者、夫を決められない、自分でね、財産を持つこともできない、相続も制限される、住居も制限される、離婚や親権が全て制限されていたのがかつての女性で、なおかつ産めよ増やせよ国のためと、結婚十訓というのが、ありました。また政治的な意見を述べられない、政治団体に参加できない、投票権、非投票権が、なかった、男子の普通選挙権、普通選挙権といっても当時は男子だけだったわけですね。あと貫通罪も規定がされて、配偶者のある男性の方は処罰されず、女性の方が処罰されていた。あと教育を受ける権利も制約されていた、高等教育が受けられなかった、男女別の教育だったということで、こうした男女平等、家族制度を撤廃したのが24条ですね。これも今度狙われています。これも後でご紹介します。こうした日本国憲法は世界でどのように理解されているのか、ね、そうした中で、答え、時代の最先端の憲法だと高く評価されているんですよ。実は確かに、今世界の憲法の中で文言が変わっていない憲法の中では一番古いんです。古いんですが、高く評価されているというのも、2012年に発表された、ニューヨーク大学のローレビューの論考を見ると、世界188カ国の憲法を調査した結果、代表的な20の権利のうち日本国憲法は上位19項を規定しているということです。ないのは推定無罪原則だけで、これも刑事訴訟法には規定があるんですけど、憲法には残念ながらないと。そしてかつて世界モデルとされた世界で最も古い憲法のアメリカ憲法は逆に時代遅れで、女性の権利、移動の権利、教育の権利、労働組合の権利が未だに規定されてない。それと比べるとね、日本国憲法それ全部あるんですよ。逆に世界で 2% しか採用されていない武装の権利があるということで、まあアメリカが悪いというわけではないんですが、まあ、一例としてね、他の国の憲法と比べても日本国憲法の先進性は明らかです。戦力の不保持、戦争の放棄についても最先端で、1999年のハーグ市民平和会議でも10個の基本原則が採択されたうちの第1項に、各国議会は日本の憲法9条のように自国政府が戦争することを禁止する決議をすることというふうに謳われているほどですし、2005年の GPAC というですね、国連事務総長が唱えた
平和を実現するためには政府のみならず個人や NGO が頑張らなきゃいけないよという中で示された行動宣言でもですね、日本国憲法9条はアジア太平洋地域全体の集団安全保障の土台となってきたと高く評価されています。こうして世界でも評価されている今の憲法をどう変えようとしているのかをこれから見ていきたいと思います。4ページ以降ですね、自民党憲法改正草案の危険性です。まず自民党の憲法改正草案とは何かというと、2012年4月に発表されたものです。立憲主義を否定して人権が制約されやすくなっていると。立憲主義というのは冒頭ご説明しましたけれども、権力を縛って自由を保障するためにあらかじめ政治のルールを決めておく、そういった考え方を真っ向から否定している憲法になっています。まず、冒頭先ほど紹介しました、99条改め102条ですね、草案の102条では国民に憲法尊重義務を課す一方で、天皇や摂政には憲法尊重擁護義務はないというのがあります。なぜかね、天皇摂政がなくなっちゃってるんですよ。だから戦前のなんか天皇の不可侵、ね、おかすべからずがなんか、何気なくこう挿入されている感じがしてきます。また公共の福祉という考え方で今は人権の制約がなされています。これが公益及び公の秩序による人権制限というものに変えられています。皆さん公共の福祉というとちょっと難しい言い方でね、ピンとこないかもしれません。公共の福祉という考え方は何かというと、人権と人権が衝突した時の調整の考え方なんです。皆さんもね、自分の権利と他の人の権利がぶつかる場面ってよく遭遇すると思うんです。例えばプライバシー権と知る権利ね、自分は知りたいと思っている芸能人のね、あるいは政治家の行動について財産とかね、それが一方でプライバシーがあるんだって言ってね、芸能人有名な人でもプライバシーは保護されなきゃいけないとか、政治家であってもここまでは公開しなくてもいいだろうみたいなのがあると思います。そういったプライバシー権と知る権利、あるいは営業活動の自由と環境権、企業のみならずさまざま皆さんご商売をされている中で自由に活動したい、その一方で、害悪をねもたらすような環境汚染、土壌汚染とかね、汚水を垂れ流す、そうした企業の活動については制限を設けるべきじゃないかということで、権利と権利、人権と人権が衝突する場合にそれを調整するのが公共の福祉という考え方です。今の公共の福祉どう書いているかというと、皆さん、ですね、12条、5ページの12条を見てください。下の段ね、この憲法が国民に保障する自由および権利は国民の不断の努力によってこれを保持しなければならない、また国民はこれを乱用してはならないのであって常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負うということで、ここでいう公共の福祉っていうのは今お話しした通り、他の人の権利と衝突するときにその制約は免れませんよという意味合いで解釈をされてきました。ところがですね、その上の段を見てもらうと、国民の責務というものであって、その後段の文章ね、国民は乱用してはならず、自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚し常に公益及び公の秩序に反してはならないということで、微妙に書き方が、あるいはあからさまに書き方が変わってますよね。まず責任及び義務が伴うことを自覚しっていう言葉が入り、さらに公益及び公の秩序という言葉がに変えられています。で、これをどうってことないと見る考え方もありますが、公益っていうと国益、国の利益、あるいは国の公の秩序、まさに治安の維持とも読み替えられかねません。遡って明治憲法下を見ると治安維持法の1条、
国体を変革し私有財産制度の否認することを目的とする結社を組織しまたは情を知りてこれに加入した者は死刑無期または7年以上の懲役ということで治安維持法治安に反するようなことをすると人権が制約されるどころか死刑まであったというような社会がありました。この憲法に公の秩序と書き込まれることでこうした規制がまた復活しないとも限らないわけです。さらにですねその隣の条文を見ましょう、憲法の第13条現行憲法下の段を見るとこれがまあいわゆる憲法の中の価値基準で言えばピラミッドの一番頂点にあると言ってもいいでしょう。その今の憲法103条の中で一番重要な条文を一つ挙げろと言われればこれを挙げる人が多いと思います。現行はすべて国民は個人として尊重される、生命自由および幸福追求に対する国民の権利については公共の福祉に反しない限り立法その他の国政の上で最大の尊重を必要とするとあるのが上の段見てください。すべて国民は人として尊重される、ね、個人が人と変わってるわけです。で、まあ、私のレジュメに書いてますがそもそもすべての国民は人なのですから人として尊重されるのは当たり前で猫として尊重されたり犬として尊重されるわけはなくて人として尊重されるのは当たり前なわけですよ、ね。ということは、まあ、ほとんど意味のない規定に変えられてしまっているんじゃないかと私は思うんです。で、ここはなぜ重要かというと個人として尊重されることに意味があるわけです。一人一人のねかけがえのない個性を持った個人として尊重されるからこそこの現行憲法のこの憲法13条に意味があって、歴史を振り返れば全体主義とかね天皇主権の下で個人がないがしろにされた反省でもってこの13条が作られたわけです。それがまあ、個という言葉が一時取られてるだけだ大したことないやと思うかもしれないが全く意味のない規定に変えられてしまったと言わざるを得ません。で、それがまたさらに露骨に現れるのが義務がもうやたらめったら増えてるんです。皆さんね、国民の三大義務と言われて3つしか義務が今の憲法ないわけです。1つは納税の義務、1つが教育を受けさせる義務、もう1つが勤労の義務ですよね。その3つしかなかったものがさまざま義務が増えてます。皆さんの お手元の一覧表1ページ目を見ましょうか。上の段に日本国憲法 の改正草案の、ね、全文が書かれていますが第3段を見ましょう。第3段落、なんて書いてあるかというと日本国民は国と郷土を誇りと気概を持って自ら守りとあります、ね、国と郷土を皆さん守らなきゃいけないんですよ。守る、防衛、武器を持って守る、あるいは国防軍に入って徴兵されて守る、こうしたことがここから読み取れないとも限らない。でさらに3条を見てください。ページめくって第3条、国旗及び国歌、国旗は日照旗とし国歌は君が代とする、日本国民は国旗及び国歌を尊重しなければならない。今学校現場でね、その君が代を歌うのを自分の思想信条からできないと言って歌わなかった職員が戒告処分あるいは減給処分になってますよね。こうしたことをもう憲法で義務付けることっていやがおうにも自分の思想信条に反することを義務付けるということができてしまいます。さらに9条の3を見てください。5ページ目の上の段ですね。今日本国憲法には9条しかありませんが9条の2、9条の3というのを作って9条の3、国は主権と独立を守るため国民と協力して領土領空及び領海を保全しその資源を確保しなければならない、ね、尖閣諸島などが、中国やその他から狙われている時に、国も頑張るけど国民も協力しなければいけないと、ね、ある時には国企業とかね、さまざまな国民や企業が、飛行機を貸せとかね船を貸せとか言って、協力を余儀なくされるということもあります。さらに
24条見ましょうか。24条の上の方ですね、第1項、家族は社会の自然かつ基礎的な単位として尊重される、まあ、ここまではいいんですよ。ここまではいいとしても、家族は互いに助け合わなければならないあります。これもね、助け合うのが義務になってますから、後でも触れますが、どうしてもね、自分で生活できないということで生活保護の申請をするときに、今形式的に同居していない家族にも通知を出してね、なんとか助けてあげられませんかって言って、一応通知は出されるんですが、いやもう私はね、もう助力できないと、余裕がないということで、ちょっと難しいですと言えば、それ以上の義務はないところがないんですが、この24条の文章が入ることによって、憲法に書いてるんだから、あなたのね、生活を犠牲にしてでも、親族を助けなさいということになりかねないということになります。はい、そういった義務がたくさん増える。そして新たな人権制約規定が設けられます。21条2項を見ましょう。21条7ページ目の方ですね。一応ね、21条の1項で集会結社および言論出版その他一切の表現の自由は保障すると終わって、まあ、ほぼ今の憲法と変わらない条項を維持しているんですが、これだけでいいのに2項を作っています。全項の規定に関わらず、公益および公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは認められないと、ね、もう政府がこれは有害な活動だと思えば、もう結社ね、集まるこういった救助の会を作ることすらできなくなるんですよ、ね、認められないですから、何が公益で何が公の秩序かを決めるのは権力者だとすればですね、こうした政府批判をするような活動は一切できなくなってしまうというのがありますし、28条の2項を見ましょうか。9ページ目の一番最後、ね、1項はそのまま残っているんですが、これもね、2項がおかしいんです、ね、勤労者はね、権利があると、ね、団結権などがあると言いつつも、第2項で公務員については全体の奉仕者であることに鑑み、法律の定めのところにより全項に規定する権利の全部または一部を制限することができる。この場合においては公務員の勤労条件を改善するため必要な措置が講じられなければならない。この最後のところは人事院の勧告制度などを意識しているんでしょうが、わざわざ公務員についてはもう権利が制約されて当たり前だということが憲法上書かれてしまうということになります。はい、で、先ほど言いました97条の最高法規制も削除されるということで、まあ、ざっと見ましたけれども、皆さんの国民の権利がないがしろにされがちだということがお分かりだと思います。こうした、ここが本音なんですが、その本音を隠す手段として新しい人権というものを定めようとしています。これはね、規定はされて一歩前進の部分はあるかもしれませんが、耳障りのいいところから発想、まあ、皆さんに提案をして抵抗感を薄れさせようという考えが見え見えだと考えています。個人情報の不当取得の禁止、19条の2、7ページ目にあります。ここにも規定がありますが、これもですね、何人もとあって国に義務付けをするのみならず、何人もですから国民一般にもね、義務をして、設けているということで、権利であるとともにこれは義務を定めた規定だということも言えます。また21条の2、8ページ目いきますが、国政上の行為に関する説明の義務、国は国政上の行為につき国民に説明する責務を負うということで、まあ、一見ね、今までなかった規定ですからいいようにも思われますが、責務というのは義務よりも一段低い、考え方ですね。ここも義務と、作らなかったところも抜け穴だということが言えますし、まあ、そもそも知る権利というものが現行13条で導かれていると考えられていますから、まあ、あえてこれを作る意味というのはそうないということが言えます。また25条の2、環境保全の責務というのがあって、
国は国民と協力して国民が良好な環境を享受することができるようその保全に努めなければならないということで、まあ、これもですね、まあ、義務というよりは責務ですね。タイトルに責務ってありますから、一段低いし、また国民と協力するっていうところで逆に国民に義務を課しているというところが言えます。あと犯罪被害者への配慮もあります。まあ、ちょっと時間の関係で省略しますが、これもですね、逆に被疑者被告人の権利の制約につながる恐れもあります。また教育環境整備義務26条3項というのがありますが、これもですね、教育の在り方として国の未来を切り開くために教育を行うと書いてますけれども、そんなはずないですよね。皆さんの受けている教育っていうのは国のためにやるものじゃなくて、一人一人の個性を開花して一人一人の人生豊かに歩むために教育っていうのは行われるはずなのに、なんか国の未来を切り開かないような教育はね、もう別にいらないと、あんたは国のためにならないから教育を受ける権利ないよっていうことをこの憲法の条文で言われかねないような規定になっています。で、5ページ目いきましょうか。これまでも今の13条の解釈で新しい人権というのは切り開かれてきたわけです。プライバシー権とか肖像権とかね、ですから新しい権利が必要だというなら、言うであれば、それを具体化する法律を、ね、与党は、過半数持ってるわけですから、どん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 作ればいいんですよ、法律を。だけどそれを作らない、それどころか公害を垂れ流し無駄な公共事業に湯水のようにお金を使う。築地もそうですよね、築地から、豊洲に移転するというのも、全然その国民の、安心安全な 食生活を守るという観点で動いていない。環境権や国民の生存権を逆に奪ってきた人たちが何を今更新しい人権が、ね、大事で憲法に書き込まなきゃいけないというのかというのが、非常に私には矛盾した考え方に聞こえてきます。そしてクエスチョン7、女性の権利はどうなりますかということで、端的に言えば家族制度に縛られ制約が強まるということになります。先ほども紹介しました、家族は互いに助け合わなければならないという規定が設けられるようになりました。こうした、福祉社会保障の責任、それが乏しい日本の政治の責任を家族に押し付けているように感じられます。自助、共助、公助という考え方があります。自助っていうのは困った人は自分で何とかしなさいと、共助というのは周りの社会、地域の社会がね、あるいは家族がお互いに助け合いなさいと、それで何とかしなさいが共助ですが、公助というのは国が国の税金を使って困っている人を助けなさいというのが公助、公の助けるですね。本来であれば皆さん高い税金払ってるわけですから、困った人のために税金使うべきなわけですよね。そのために税金を納めてるわけですから。ただそれが別の軍事費とかね、無駄な公共事業のために使われて社会保障のために使われないということに、矛盾が今でもあるわけです。で、それを矛盾を覆い隠すような規定がさらに作られようとしています。草案の83条2項を見てください。この2項を見ると、財政の健全性は法律の定めるところにより確保されなければならないということで、つまり国の財政がね、逼迫してもう赤字になるから社会保障はもう削るしかないと盛んに言われてますよね。そんな中で今安倍さんっていろいろ諸外国に行ってね、 何億円何百億円って援助しますとかね、言ってるんですけど、まあ、もちろん他の国を助けるのはね、大事なことなんだけど、だったらなんで日本のね、困ってる人たちのためにお金を使わないのかと、まあ、諸外国に行ってお金を投資するっていうのは、そこに進出する日本企業が後で利益を還元するための下地作りだっていう側面がありますから、どんどんそこにはお金を使って、国民のためにお金を使わない、それで赤字になる、それは大変だ、もう社会保障にも回すお金がないということの口実のために、この83条2項を設けてるんじゃないかと思われます。そうすると先ほどの24条とこの83条2項を合わせ考えると、
保育園に入れない待機児童の問題、老老介護の問題、生活保護の問題などを解決することなく、すべて家庭中でも、家庭の中でもね、男性はなかなか責任を持ちません。妻、母、娘が自己責任で面倒を見なさいと言っているかのように聞こえます。そうした中で、社会の単位は個人であるべきはずなのに、あるいは自立した個人があってこそ家族が成り立つはずなのに、24条は、その個人をね、個人である子という言葉を13条から消し去り、さらに24条では家族というものを全面的に押し出しているということで、世界人権宣言16条3項でも家族は社会の自然かつ基礎的な単位でありということを言っていますから、これはこれでいいことなんですが、社会および国による保護を受ける権利を有するってあるんですよ。ですから自民党もね、自民党もその家族は社会の自然かつ基礎的な単位でありということを24条で設けるのであれば、いいとこ取りだけするんじゃなくて、後半部分の社会および国による保護を受ける権利を有するっていうところまできっちりと書き込まなきゃいけない。それを、抜け落ちて、わざと抜け落ちさせて、将来困った家族がいればみんなで助け合いなさい、国は面倒を見ないよということを言っているかのように読めます。はい。そして、クエスチョン8、9条の点についてはどうでしょうか。平和主義を定めた9条をどのように変えようとしていますか。答え、9条2項を削除して国防軍を新設します。皆さん9条のところを見てください。今の現行9条の2項は4ページ目、9条2項というのがありますけれども、全項の目的を達するため陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない、国の交戦権はこれを認めないとあるのを全て削除します。戦力は持たない、交戦権を持たないというのを削除して、何を入れたかというと、全項の規定は自衛権の発動を妨げるものではないということを書いています。でさらに、そもそもこの第2章のタイトルが戦争の放棄だったのを安全保障と書いています、ね、安全を保障する皆さんのためになるという名目で軍隊を作るとこういうことになりますね。で、さらに9条の2のタイトルは国防軍です。国防軍が作られ、さらに軍法会議が設置されます。9条の2を見ますと、我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持すると。で、さらに3項、国防軍は第1項に規定する任務を遂行するための活動のほか、活動のほかだよ、法律の定めるところにより国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動もできる。また公の秩序を維持し、出てきましたね、また公の秩序、公の秩序を維持し、または国民の生命もしくは自由を守るための活動を行うことができるとあります。ですから、自衛のための活動のみならず、国際協調活動とか公の秩序維持活動もできるということが憲法に、加わっています。さて、国防にちょっと絞ってまず説明すると、自衛隊と国防軍は全く別物です。国防という名で、さらに今でもね、残念ながら昨年9月19日に制定された集団的自衛権認める戦争法で、集団的自衛権ねがの行使が部分的に認められるようになったんですが、もうこの憲法が制定されれば、今の制約された集団的自衛権の行使が全面的無制約にもう使えるということになりますし、また先ほどの第3項で見ました、国際平和のための活動ができると書いてますよね。これは、国際平和のためと称して有志連合、別に国連の決議もない、アメリカを中心としたね、集まりである有志連合国による海外派兵、湾岸戦争やイラク戦争、
今ならイスラム国と呼ばれている IS への空爆活動などへも参加できることになります。さらに3つ目の活動として、公の秩序を維持する活動、国治安出動や国民監視も堂々と任務の中に加わることが、もう謳われています。そしてさらに、第4項を見ましょうか。全2項に定めるもののほか、国防軍の組織統制および機密の保持ね、機密の保持に関する事項は法律で定めるということで、もう機密保持法制が憲法で規定されています。しかし皆さん考えてみれば、もうすでに秘密保護法が制定されていまして、もう先取りされてるんですよ。憲法が改正される前にもうこの第9条の9条の2第4項の部分はもうすでに先行改憲されていると言っても過言ではありません。でさらに第5項はね、国防軍に関する、軍人その他の公務員がその職務の実施に伴う罪、または国防軍の機密に関する罪を犯した場合の裁判を行うため、審判所を置くということで、裁判所に属さない、審判所という司法権が制約されてしまっています。まあ、軍法 会議みたいな先生のね、そういったものがもう憲法に規定されていますから、もう軍事に関する裁判は、軍人、公務員がに関してはもうそこで裁かれるということになります。それででもね、百歩譲って国民の暮らしが守られるんだったらまあいいじゃないかという人がいるかもしれませんが、私はそう思いません。というのも、この書き方ね、9条の2の第1項を読むと、我が国の平和と独立、ね、我が国のまず平和と独立が大事なんですよ。その次に国の安全の確保が大事で、最後の最後国民の安全が確保っていうふうにね、もう最後の最後国民が出てくるんですよ、ね、真っ先に国民の安全ってくればまだね信用できるのに、最後の最後国の後なんです。で、日本の過去の歴史を見ても、かつての沖縄地上戦ね、国体護持のための時間稼ぎ捨て石だと言われてますよね、沖縄の地上戦。あるいは満州などへの残留孤児も、まずは関東軍が逃げて置き去りにされた、市民がね、行き場がなくなって残留孤児になってしまったなどね、そういった歴史を見ても、軍隊は国民を守らない、もっと言えば沖縄でもね、その 軍隊がその沖縄の中で隠れる場所を探すために住民が隠れているところから追い出してね、軍隊が住民をまあ殺したようなものだと言われていますが、そうした行動を見ても軍隊が国民を守らないことは歴史的に明らかです。ですからこういった言葉にね、国民を守るためだという言葉に騙されてはいけないと。さらに徴兵制の足がかりということで、冒頭でも草案の全文でも見ました第3弾、国を自ら守るという言葉がありますし、領土領空領海を国民と協力してと守るとありますから、そういった言葉と、あとですね、自民党のホームページを皆さん見てください。そうすると、こう書いてあるんです。党内、自民党内の議論の中では、国民の国を守る義務について正直にね、規定すべきではないかという意見が多く出されました。だけど、まあ、あんまり露骨に書くと警戒されるから書かなかったとまでは書いてないんだけど、こういったことを書いてるんですよ。本音がね、書いてあるんですよ。つまり 国を守る義務っていうことを書いちゃうと、もうこれはもう、徴兵制につながるというふうに受け取られかねないので、やんわりと国を自ら守るとかね、国民と協力してという、まあ、パッと見わからないような書き方をして足がかりを残したということになります。で、さらには平和的生存権、今の憲法全文にあるような平和的に、平和のうちに生きる権利、生存する権利というものも削除しました。これはもう、徴兵制のね、足がかりを作ったと言われても過言ではありません。で、こうした、ね、私たち議論をすると、北朝鮮や中国の脅威に対抗する必要があるから仕方ないんじゃないかと言われていますが、こうしたね、軍備増強、
好戦的な憲法を作ることが果てしない軍拡競争を招き、かえって人命が脅かされるということです。まあ、皆さんね、分かっていると思いますが、こちらが軍備増強すると相手も負けじと軍備増強を図るのが常です。そうすると国家財政が破綻し、国民生活に 大打撃となります。私いつも不思議に思うのは、軍事費についてはね、必要だから必要だからといって、ずっとずっと今拡張されてきていますが、その時にね、財源はどうするのか、するのかって誰も問わないわけです。でも福祉予算を増やす時にはね、財源はどこからするんだって言って、なんか財源論が必ず出てくるんですよ。おかしいですよね。必要な福祉予算が必要だから求めるのであって、財源はどこからかひねり出してこなければいけないんですよ。同じようにね、軍事費も財源はないじゃないかって言いたくなるのに、財源論が出されないのが、まあ、マスコミの不思議な論調です。で、こちらが攻撃を加えれば当然相手も攻撃を加えてくるということで、今や核兵器の世界ですから、一旦武力が衝突すると深刻な被害をもたらすと。で、軍備拡張すればテロ組織へ武器や軍事技術が流出する。日本に原発がたくさんありますから、こんな日本で原発が狙われたら大惨事になります。北朝鮮によるロケット発射や核実験、確かにこれは危険なんですが、逆に言えばですね、日米同盟の抑止力が効かない。もういくらこちらが 軍事力を増やしてもね、もう 軍事力の増強では解決できない。北風と太陽じゃありませんが、北風を強く吹いたとしても向こうは参ったと言わないのが、もうこの間の流れでは明らかですよね。かえって、米韓軍事演習、あるいはもう今や日米韓の軍事演習のがもうどんどんやられていて、もうこの演習といってもですね、もうひとたびも北朝鮮に攻め入る、もう命令を出せば一挙にですね、空爆もできるし、陸上地上戦も展開できるような軍事演習が、されています。こうした北朝鮮にとってはもう非常に脅威なわけですね。こうした軍事演習をしていて追い詰めているんだということについてはほとんど報道されていない。まあ、相手方北朝鮮の方ばかりがね、暴走していると言われていますが、実はそういう暴走に追い込んでいるのが日本、アメリカ、韓国の政治だという見方も必要ですね。そしてクエスチョン10、まあ、そうは言っても本当に憲法9条を変えたいと思っている人がいるのかということですけど、残念ながらね、いるんですよ。で、私の考えでは3種類いるんじゃないかと。一つはアメリカ政府とその意向を組んだ政治家や幹部自衛官、ね、アメリカは対テロ名目で世界中に米軍を置き、どこでもその軍事力を発揮できるように準備中で、同盟国の日本にもその協力を求めていると。しかし今の9条では制約がありますから、強いアメリカを目指す人は9条を邪魔だと考えています。もちろんアメリカにもね、良心的な人がいて、9条そのまま沖縄の基地は返還すべきだって良心的な人もいるんですが、残念ながら、主流派のね、アメリカの政治家は9条を変えてアメリカと一緒に同盟国になってほしいと考えています。で、そういう人の圧力にもあって戦争法が成立したんですけれども、まだまだ足りないと考えている政治家が、アメリカの政治家は多いです。そうした意向を組んだ日本の政治家、安倍さんをはじめとして、もう日米同盟がないともうダメだと思っている日本の政治家も多いし、幹部自衛官も多いようです。最近はですね、幹部自衛官はもうもちろんもう英語も達者ですし、アメリカの幹部と一緒になってもう頭上演習のようなこともやってね、もうアメリカ軍がこう動けば自衛隊はこうやって補佐しますよというような、計画も練りに練っているわけですね。そうすると幹部の自衛官は多くの国会議員、まあ、稲田さんがね、防衛大臣になりましたけど、まあ、その人がどれぐらい知識があるか分かりませんが、もうはるかに蓄積された知識を持っていて、まあ、半分もバカにしてるんですよ、日本のね、大臣などをね。もう俺らの方がよく知ってると、もう政治的、もう軍事的にはね、優秀だと思いエリート化している、そうした幹部自衛官が対米従属の中で、もうなんで9条なんかがあるんだと、こ
これさえなければもっともっと自由にできるのにと思っている対米従属が自然体として身についている恐れが大きいと言えます。2004年に発表された、前の自民党の改憲草案というのがあるんですけど、この前にね、その時には現役の自衛官がこの草案作成に関与していたと言われています。ですので政治とその幹部の自衛官の一体化が進んでいます。で、安倍首相はですね、統合幕僚長との会合がもう盛んに行われていますし、また国家安全保障会議にも、その幹部自衛官が出席をして発言をしているということで、ますます現役の、昔でいう軍人が政治の世界で発言力を強めています。で、さらに変えたい人その2、戦争や軍事産業でお金儲けをしたい、海外で労働者から搾取したい人も、この9条を変えたいと思っています。日本には武器輸出三原則、非核三原則がかろうじて残っています。ただですね、今武器輸出三原則って言わないんですよ。武器とは何事かと、防衛装備、移転三原則ね、なんか防衛装備っていう言葉にね言い換えられてるんですよ今。武器輸出って今言わないようです、マスコミもね。でもそれは本質を隠すような発言だと思います。大っぴらに武器や兵器の開発や輸出が、それでもできない、それだからこそ兵器を作っている企業やその関係者はこうした規制をなくそうと強く主張しています。また海外進出を図るグローバル企業は強い軍隊によって進出先の住民の不満を抑え、労働者を搾取し資源を独占したいと考えていますので、日本の軍事的な進出、そこでのステータスの強化は望むところなわけです。そして最近防衛省から独立した防衛装備庁というのができました。ここは何をやっているかというと、もう一手にですね、その武器製造のための、武器商人になっているわけですよ、ブローカー的にね。で、海外での合弁会社、日本の企業と海外の企業が合体して武器をそこで開発製造する、そういった会社づくりの斡旋なども行っています。もう防衛関連予算も2016年に5000、これね、ちょっと間違えました、5兆500億円だったと思います。5兆500円で、さらに今年はもっと増えていて、いくらかというとですね、概算予算で、まだ2017年は概算予算ですが、予算要求として5兆1000億円ね、5兆500億から5兆1000億円に増える予定です。で、さらに国家安全保障会議というところの中に国家安全保障局というのがあって、そこに顧問会議というのがあります。そこには財界の偉い人が入っています。で、財界の偉い人である側面もあれば、元防衛幹部です、自衛隊幹部、三村さんという人は、財界の、ね、人です。この人が、名誉顧問ですね、一番トップにいます。で、その下に、織木さんというんですかね、織木さん、この人は富士通の顧問ですが、元統合幕僚長です。片岡さん IHI ね、この人も元航空幕僚長です。で、高田さん、この人はジャパンマリンユナイテッド、造船の会社ですかね、船運の会社、ここの顧問の人は元自衛艦隊司令官、そうそうたる自衛隊の幹部が財界にまず天下りをして、さらに財界からこの国家安全保障局、もう政治家に進言するね、そうした政治の中身に食い込んでる、まさに政治と政界と財界ともう軍事が一体となっている現象が、こうしたね、顧問会議の人の顔を見てみるだけでも明らかですね。そして稲田朋美さん、防衛大臣はなんと夫名義で、夫も弁護士なんですが、稲田さんも弁護士ですが、防衛関連企業5銘柄の株式を保有しています。
2014年9月以降の2年間で新たにこの5銘柄の株式を保有しているんですけど、いずれも防衛省との契約金額上位20社、つまり防衛産業で儲かっている企業の株式を2年間で、5社買い入れているということが明らかになって、そうするとやっぱり戦争をする軍事的な緊張が高まれば、その株価って上がるじゃないですか。でその緊張を高めることを意図的にできるのが防衛大臣ですよね。で夫が持っている株式が高くなって一族は儲かる。稲田さん今でも、ね、大臣の中で一番の資産家ですよね。もうそれがさらにもう優にこと書いてですね、その夫名義の株式を公開するのはいかがなものかと思うとか批判的なことを言ってるんですよ、ね、その今大臣の資産公開非常に限定的でね、もっと親族一般に広げなければ脱法されるという批判も強い中で、夫の名義でも持つことをさらに許してしまえばですね、隠すことができればこうしたこともわからなかったわけですよね、ですから私はですね、救助を買いたい人は、軍事産業で儲けたい人が絶対にいるんじゃないかと考えています。でさらにその3として強い日本に憧れる人、米国との軍事同盟を強化することによって日本はもっと強くなるんじゃないか、もっと発言力や影響力を持てるんじゃないか、そうすると、軍事力を強化しなければ中国北朝鮮に攻め込まれてしまう、そういう国にバカにされてしまわないように強くなるべきだと、自分の、なんていうかな、誇りと日本の軍事力増強の誇りを一体化させている人がいるんじゃないかなと、残念ながらそういう人も安倍さんの政治を支えている一翼なんじゃないかなと思っています。実はそういう人たちとどうやって対話をしていかなければいけないのかなということも大きな課題かなと思っています。そしてクエスチョン11、いくら戦争をする国にしようとしても若い人たちは戦争に反対するんじゃないかと、ね、皆さん思ってるかもしれません。残念ながらここに若い人はあまりいませんが、こうした若い人たちは反対するんじゃないかなと、だから大丈夫なんじゃないのと思われるかもしれませんが、安倍さんは着々ともう布石を打っているわけですね。愛国心教育が大事だから若い人にそういう教育を押し付けているわけです。2006年の12月、これも第一次安倍政権の時ですよ、に教育基本法を改正して我が国と郷土を愛するということで教育の目的の中にこの項目を盛り込みました。で2013年12月、先ほども言いました国家安全保障会議などと一緒に作られた国家安全保障戦略の中に愛国心を書き込みました。これについてはね、批判があって、中日新聞とかはそもそも周辺国の愛国教育に懸念を持っている、中国はね愛国教育をばかりしてねおかしいって批判している日本政府が自分の戦略の中に愛国心を書き込む、進めるのは矛盾ではないかと、ナショナリズムを煽り地域の不安定化に拍車をかけてしまわないか慎重さも必要だろうと言っています。しかし自民党はこの改憲草案の先ほども第3弾で言いました国と共同を誇りと気概を持って自ら守るという言葉も書き入れ込もうとしています。さらに昨年中学校の歴史教科書、公民の教科書が切り替えの時期で育法者自由者の歴史公民の教科書が採択されちゃいました。その歴史観というのが非常に問題があるわけですね。アジアの解放を掲げた日本は敗れたが、アジアは植民地から解放され独立を達成したって、まさにね全く反省の色がないような書きぶりが、この自由者の歴史教科書に書いてあります。こうした教科書を使って子どもたちが歴史を勉強するようになると、今までの、ね、戦争に対する反省のない若者が増えてしまいかねません。でクエスチョン12、ここはねちょっとね、ずれるというか横道にそれますが、秘密保護法の件についても触れたいと思います。戦争の始まりは情報の統制からと言われるぐらい、戦争のための改憲秘密保護法とは密接な関係があります。2013年11月に国家安全保障会議、
アメリカにあった NSC という体制を日本にも作りました。これはですね、4人の大臣だけで情報を独り占めして、そこで政策決定ができます。閣議決定もいりません。で、その先ほどのね、紹介した国家安全保障局というものもでき、その顧問会議に先ほどの財界のメンバー、元自衛官幹部が所属しているということですね。そういう中で2013年12月に秘密保護法が制定され、2014年11月から施行されました。で、これは防衛外交スパイ活動テロ防止に関する事項について、行政が、ね、秘密指定をすれば5年間は秘密で、それが30年までの延長が可能で、30年経ったら公開されるかというと、内閣の承認があれば30年を超えて無制約に秘密にできるということですから、もう事実上永遠に秘密は秘密のままですよ。何が秘密かどうかを決めるのは国家機関です。もう恐ろしい話ですよね。で、一旦秘密とされれば5年が期限ですけど、先ほど言いました、延長され延長され30年までの延長が可能で、30年を超えていいかと思えば、それも内閣が秘密でにしなさいといえば、もう永遠に秘密だと。で、さらに秘密を取り扱う公務員や民間業者については、家族についても徹底したプライバシー調査が行われます。そしてその秘密調査に協力しない職員については解雇もあり得るわけですよね。私はそんなことに答えたくありませんといえば、企業はもうそのあなたにじゃあその職責は任せられないからといって解雇する原因になりかねません。で、秘密の不正取得を共謀教唆扇動しただけで、実際に漏洩なくても処罰されます。ですから、マスメディアのみならず一般市民も処罰の対象になりますね。飲み屋さんでね、もしかすると、俺ちょっとオスプレイのその飛行ルートについてね、ちょっと防衛省のホームページに不正アクセスして見ちゃおうかなとかいう人がいて、おやっちゃえやっちゃえとか言うと、それ扇動教唆したことになって、その人が実際に漏洩をね実現できなくても、その隣の隣で聞いていた人が密告をして、ああいう会話をしたって言って録音テープをね当局に出せば、もしかするとですよ、不正に取得したことを扇動したということで捕まると、実際に漏洩してなくてもね捕まるということになりかねません。そうすると皆さんも処罰されるわけです。で、戦争法における武力行使3要件ね、集団的自衛権が行使できるためには厳格な3要件を守りますから大丈夫ですって言うんだけれども、その3要件がに当てはまるかどうかは、生の事実を海外で知る必要がありますけれども、まさにそういった事実が防衛のためだ、外交のためだという秘密指定にされかねない。マスメディアもね、虚偽誇張された報道をしかねないし、政府のそういった報道を垂れ流しにしかねない。そうすると武力行使3要件を吟味する情報を持たないわけですから、もう無制約にね、大事なその要件が満たされますというのを鵜呑みにするしかないわけですよ。ヒトラーの高官ヘルマン・ゲーリングの言葉を思い出します。国民は戦争を望まない、しかし決めるのは指導者で、国民を引きずり込むには実に簡単だ。外国に攻撃されつつあると言えばよい。それでも戦争に反対する者を愛国心がないと批判すればいいと言ってるんですけど、まさにこれ安倍首相とかね、麻生さんが言いそうな言葉ですよね。で、ページをめくるとそれに似たようなことを麻生さんが言ってます。ドイツのワイマール憲法はいつの間にか変わっていた、誰も気がつかない間に変わった、あの手口を学んだらどうかと言って、もう改憲をね目指せと言っているわけです。そういう中でクエスチョン13、改正条項である96条改正の狙いがまずもって、行われました。しかし憲法改正を しやすくする96条、これはまずい、これを96条改正の狙いは本丸は9条ですということで、皆さん96条というのは何かというと、またこの資料を見てください。96条を見ると、
下の方を見ますと、現行の96条は、憲法の改正は各議員の総議員の3分の2以上の賛成って書いてますよね。でその後に国民の過半数の賛成ってあります。各議員の総議員の3分の2以上の賛成が必要だというのを上の方を見てください。100条この憲法の改正は衆議院または参議院の参議院の議員の発議により両議員のそれぞれの総議員の過半数の賛成ってあるんですよ、ね、3分の2が過半数ということで、変えやすくなっているわけです。ここの規定をねまずは、変えてしまおう。まずは、そうするとですね皆さん、9条の改憲には国防軍とかねあるいは国民の権利義務を制約するというようなところあるいは24条の家族制度そういったところの改憲はまずい。皆さんもう学習してそう思いましたよね。だからもう絶対そういう案が出てきたら反対だという人が増えたとしましょう。それでは改憲が実現できないからまずはこの96条を変えてしまおうと。そうするとですねまずそこだけ改憲されると、国会議員の衆議院参議院の3分の2じゃなくて過半数で今度は次の憲法を変えることができるんです。つまり第1弾は96条を変え第2弾で、3分の2じゃなくて過半数で変えることができるわけですから、国民の皆さんがですね、仮に反対抵抗が強かったとしても国会議員の過半数というのはもうすぐに得ることができますから国民がねもしかすると、油断をしている隙に、すぐに提案をして変えるということができかねない。そういうことにそういう第2弾の改憲を狙うすなわち第2弾というのは憲法9条を変えるというための前提としてこの96条を変えようとしているんじゃないかとそういう批判がなされました。まあ、強い強い批判もあってですねこの下の方にありますけれども、国民多数からの反対意見で断念に追い込みました。そういった皆さん戦いの勝利というものがありました。よくね、日本国憲法は改正しにくいしにくいとありますけれどもクエスチョン14で他の国の改正手続きについても紹介してあります。日本と同じかそれ以上に改正しにくくしていますので日本の憲法が変えにくいというのは、誤りであります。アメリカではですね連邦議会の3分の2以上の議決と州に50州ありますよね州のうちの4分の3が承認しなければいけないということでやはり変えにくい形になっています。ドイツは3分の2以上の議決によりますがただですねドイツは基本的な部分については変えてはいけないともうこの憲法の中で変えてはいけないという項目が定められているんですね。ですから日本のように自民党の改憲素案のようにね国民が憲法を守るような逆立ちしたような改正というのはできないようになっています。まあ、その他さまざまそれぞれの国でなかなか変えられないような仕組みを作っているわけです。時間の関係でちょっと省略をします。そしてクエスチョン15緊急事態条項は必要じゃないかと大災害の時に緊急事態条項を作ってね、内閣総理大臣がテキパキとその指示を出すことができればあれほどの災害の拡大はなかったんじゃないか熊本でもそうだ今後起こる大災害に際して、もっと国の権限を強化すべきじゃないかという意見もありますがただこれは極めて危険です。まず緊急事態宣言が発せられると立憲的な憲法秩序は一時停止になります。皆さん24ページ25ページを見てください。資料の上の方ですね、これまで日本国憲法には緊急事態という項目はありませんでしたがこれを新たに作ろうとしています。99条を見ますと、まずは緊急事態の宣言が発せられたときは法律の定めるところにより内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができます。つまり国会でね審議を経ないで、内閣の閣議決定だけで、政令法律と同じ効力を持つものが発することができます。内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行うことができます。地方自治体の長に対して必要な指示をすることができます。
ということで、内閣や総理大臣に大変大きな権限を与えています。このレジュメの9ページの3行目以降に書いてます。こうした3つの権限を与えることになります。さらにですね、この99条の3項を見てください。緊急事態の宣言が発せられた場合には何人も法律の定めるところにより当該宣言にかかる事態において国民の生命身体及び財産を守るために行われる措置に関して発せられる国その他公の機関の指示に従わなければならないと。従わなければならない。ですから、ね、国や、ね、自治体の指示にお前逆らうなよと言ってるわけです。でその後この場合においても第14条これ平等権ね、第18条これは何だっけ、労役つらくてかな、18条、身体の拘束不役からの自由ね、や19条、これは思想良心の自由、21条表現の自由、その他の基本的人権に関する規定は最大限に尊重されなければならない。最大限に尊重されるんだからいいじゃないかと、命令があってもねと思うんだけど、最大限に保障されなければいけないとは書いてない。尊重、まあ一応尊重してるだけど、まあやむを得ないじゃないかと。もうこんなね、切羽詰まった状況だから、あんたの財産すべて没収、もうあなたの意見も聞かずにねというようなことも、まあ一応尊重はする格好を示せば制約ができるというふうにも読めます。で、自民党のホームページをまた見てください、皆さん。こう書いてあるんです。国民の生命、身体及び財産という大きな人権を守るために、そのため必要な範囲でより小さな人権がやむなく制限されることもあり得ると。ね、ね、なんか政治家の財産は大事で、なんか庶民の財産はダメとかさ、大企業の財産は大事だけど、小市民のね、庶民の財産は制約されてもいいとか、なんか言わんばかりの説明ですよね。ですからここも本音が出てるんですよ。そんな大きな人権も小さな人権も人によって差があると皆さん思います？平等ですよね。そういったことを打ち消しかねない本音が自民党を言ってるんですね。で、振り返れば大日本帝国憲法の緊急勅令や戒厳令が乱用されて人間の尊厳がないがしろにされた歴史がありました。関東大震災や226事件では行政戒厳が乱用されて社会主義者や朝鮮人が虐殺されました。こうしたね、虐殺されたという事実自体も教科書から書かれなくなるような時代ですよね。これでこういった歴史を振り返って反省して、あえて憲法の中に緊急事態条項を入れなかったんですよ。1946年7月の帝国議会のその委員会の中でね、金森徳次郎憲法担当相はこう言ってるんですよ。緊急勅令及び財政上の緊急処分は行政当局者にとりましては実に重宝なものであります。しかしながら国民の意思をある期間有力に無視する制度であります。だから便利を尊ぶか、あるいは民主政治の根本の原則を尊重するか、こういう分かれ目になるのでありますって、まっとうなことを言っていたんですよ、当時のね、貴族院の、議員じゃなかったかしらね、憲法担当省の。こういう議論が経て結局は、緊急事態条項は入れなかった、あえて入れなかったんです。で、災害対策は憲法の規定がなくても今の法律で十分対応が可能です。憲法震災復興に関わった弁護士会を中心に緊急事態条項新設への反対声明がたくさん上がっています。権力を集中するよりも現場の自治体に判断をさせるべきだとかね、事前の準備や訓練が大切だということが盛んに言われてますし、昨今の自治体の、合併ね、で地方公務員の削減で、こうした時こそね、マンパワーが大事なのに、広域自治体になって市役所ももう一つになったと、3つ4つ5つのね、そうすると、職員も減るし、センターになる場所も減ってしまって、機動的にね、細やかな対応ができないと
ということの指摘がされています。ですから、必要な分だけ公務員は残し、事前の準備ね、防災のための準備、そして訓練も行うことが大事だって現場の人はみんな言ってるのに、まあ、憲法を変えたい人はそういうことには目をくれずに、憲法さえ変える、緊急事態条項を入れようということを言っています。でさらに問題なのは、99条の4項を見るとですね、99条4項、緊急事態の宣言が発せられた場合においては、その宣言が効力を有する期間、衆議院は解散されない。衆議院は解散されない、ね、そして両議院の議員の任期及びその選挙期日の特例を設けることができるということで、任期を延ばす特例を設けることができますから、ね、今安倍反対とか言って、もう内閣支持率がね 10% とか切れば、もう解散やむなしって追い込むことができるじゃないですか。だけど緊急事態の中では解散をしなくても衆議院は解散されない、明確に書いてるわけですから、解散しろって言っても、いや憲法で解散するなって書いてるから、いや解散したくてもできないんですよって言いかねないんですよ。でももう緊急事態終わってるでしょって言っても、その緊急事態も延長して、いやまだまだ大事だ、大変な状況ですと言って緊急事態も延ばすこともできるわけです。でフランスではですね、テロ事件、残念ながら昨年ありました。非常事態宣言は本来12日間なのに、テロの脅威を理由に4度延長されました。その間、集会やデモの禁止、令状なしの捜索差し押さえ逮捕、家宅捜索も3500件ありました。もう令状なしですからね、もうやりたい放題になされたわけです。こうした、それでもね、フランスの緊急非常事態宣言というのは日本のね、非常事態宣言、緊急事態よりもまだマシだと呼ばれていますけれども、フランスでも乱用された。それがもう日本でも憲法に書き込まれれば、乱用の危険性は非常に大きいということになります。さて時間もオーバーしてますが、ちょっとだけ天皇について触れて終わりに行きたいと思います。天皇についてはどうしようとしているのかというと、皆さん草案の全文第1弾を見てください。全文ね、まず冒頭、日本国はってなってますね。長い歴史と固有の文化を持ち、国民統合の象徴である天皇をいただく国家ですよ。皆さん、天皇はもう頂点ですよ、冠の一番上ですよね、というふうな書き方をしています。しかも第1条を見ると、元首ですね、天皇は日本国の元首でありとあります、行政権の首長にして対外的代表権を持つ存在。自民党はね、天皇が元首であることは紛れもない事実だと言っていますが、そうではない、元首は内閣または内閣総理大臣だという見解が多数説なのにもかかわらず、もう元首だと言い切っているわけです。しかも天皇をいただく国家ですよね。であとですね、その私その前文は大嫌いなんですけど、その改正されたね、自民党の方ですよ。でというのも、なんか主語が、日本国はとかが多いんですよ。まず第1文が日本国はで始まるでしょ。でその次の第2文が我が国はって始まるでしょ。でその次は日本国民はってあって、あちょっとほっとするなと思ったら義務が書いてあるでしょ。で我々はとか言って、なんかやっぱりこう自由と規律を重んじとか、美しい国土と自然環境を守りとか、なんとなくこう義務っぽいことが書いてあって、その結果何をするかというと、国を成長させるって書いてあるんですよ。だから国が主語ですよね。で最後の段落も日本国民はって言って、国民が主語なんだけど、その良き伝統と我々の国家を末永く子孫に継承するため、なんか国家をね受け継がせるために国民がいるのみたいな、そういうような前文前文なわけですよ。それに対して今の現行憲法の前文というのは、日本国民はでもちゃんとね、国民が主語で、書いてあります。でちゃんと政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意しとかね、をちゃんと書いてあるわけです。で日本国民は恒久の平和を念願しとかね、でその次のページも我らはとか言って、
主語になっているし、日本国民はというふうに、この国家の名誉にかけて全力を挙げてこの遂行な理想と目的を達成することを尊ぶということで、もう我々は国民が主語で、国民がこの権力者にこの憲法をこう突きつけてね、これを守れという、 こう勢いを感じる前文前文なんですけど、今の日本国自民党の会見のされたものは全然違うということです。というように、天皇をいただく国家にしようとしているのが自民党の改憲草案だということです。さて、最後のページいきましょうか。終わりにということで、改めて私たちはどのような国づくりを目指そうとしているのかを考えなければいけない。一人一人の個人を尊重する社会を目指すのか、それとも国家あっての個人との考え方のもとで、さまざまな制約を受け入れてしまうのか、これが今ね、岐路に立たされていると思います。ね、社会を良くする必要がある。憲法を変えたい人はみんなそう言うんですよ。社会を変えなきゃいけない。私もそう思います。それはその通り。でも、そのためにそもそも憲法を変えなければならないのというのをもう一度立ち止まって考える必要があります。途中でも紹介しました、現憲法で足りないところはまあほぼ見当たりません。だったら、今やるべきことなのは、国民のための法律を作ることじゃないでしょうか。国民をいじめるような法律、悪法、消費税の改定とかね、TPP だとか社会保障の、切り下げとか、そういった悪法を廃止することではないでしょうか。しかし、そうは言ってもね、国会で多数を握っていなければ法律を作ることはできません。また衆議院参議院で3分の2ずつある状況をなんとか変えなければいけません。そのために多数派になることが重要です。安倍政権に対決するためには、それに反対する野党の皆さんに頑張ってもらう必要がある。そして、ただ単にね、野党が集まればいいってものじゃなくて、きちんとした政策を掲げた野党の、共闘が目指されなければいけない。そういう意味でも市民連合というのが作られて、市民団体ですね、そういったところが掲げた政策協定を受け入れる野党、主に4党ですね、そうしたところと市民連合と野党4党が政策合意して、そこ野党4党が一致して安倍政権と対決して国の政治を変えていくことが必要じゃないかと。そのためにも市民連合の考え方を野党の皆さんにきっちり守らせていく、そういった監視の活動が必要じゃないかと考えています。で、私の話はここで終わりになりますが、一つ宣伝があって、皆さん、未来ダイアリーって朝日新聞でも取り上げられた小説があって、これ私が書いたとは宣伝したいんですが、私じゃなくて内山さんという弁護士が書いた小説で、なんとですね、自民党改憲草案が実現した日本社会を思い描いて書いた小説です。日本国憲法が変えられた社会で、人々がどういじめられてしまい、権利が制約され弾圧される、だけど希望を捨てずに、どうやって生き抜いていくかという、主人公は大学の卒論を書くために、神保町の古本屋で、憲法の本を探しに行っている学生が主人公で、かつてのね、憲法の本を探そうとしても見つからないと、あれは悪い本だからなかなかもう売ってないんですよ、ね、そういう言論弾圧の中で、昔のね、芦部憲法を探そうと思って古本屋に行こうとして、それを探していると弾圧されるようになってしまったというようなところから物語が始まる本で、なぜ宣伝しているかというと、中身もいいんですが、この本を出している週刊金曜日っていう出版社があって、この本の作成に編集をしたのが私の妻なので宣伝をしました。なので、これが売り上げられればですね、週刊金曜日の利益上がって、私の妻のボーナスが上がるかもしれないということで、1冊1000円プラス税込みですが、税金はカットで1000円で今日販売したいと思いますので、この宣伝をして私の話を終わりたいと思います。どうもご清聴ありがとうございました。